はい、こちら猪之助のポシェット、これは負担使いできますね。中はこちらです。で、後ろにスマートフォンなどをつけることができます。こちらアミーズの商品です。長さ的にはこんな感じとなっております。こちら煉獄杏寿郎のバッグ、かなり大きいです。大容量となっております。はい、こちら杏寿郎の長財布メツ。というわけで猪之助のカバンに入らない。なるほど、了解しました。はい、というわけでですね、準備が揃ったというわけでくじの中身を見ていきたいなと思っております。もちろん監督、この動画を作るにあたって目的があります。フィギュアを当てること。まずは A 賞カマロ炭治郎フィギュア、 B 賞煉獄杏寿郎フィギュア、 C 賞赤座フィギュア、 D 賞かまとねずこフィギュア。この4つどれか1つ当てていきたいなと思います。もちろん狙いは杏寿郎。そして E 賞クリアボトル、 F 賞ハンドタオル、 D 賞チョコノッコ、プクッとラバーマスコット。全23社あります。推しもですね、1、2、3、4、4人。というわけでまずは1番フィギュア狙い、まあ、次もし外れるとするならばチョコノッコかクリアボトルが欲しいです。まあハンドタオルはできれば避けたいところ。私監督なんですけども、札幌に住んでおります。今回ですね、ローソンが対象というわけでですね、ローソンを Google マップで見て回りました。で、今回なんですけども3つに分けていきたいと思います。第1の拠点がすすきの、まずこちらのローソンを回りまくります。行きまして、そこの店舗に1番くじがまず置いてあるか、そしてフィギュアが1個でも残ってたら挑戦します。まあ、もしそこの棚にねフィギュアが1個もなかったら、もう引いても絶対取れないので、そこは除外します。すすきの店でも結構な数ありますけども、もしすすきのがなければ大通り編、札幌駅編というわけでですね、どんどん行きたいと思います。で、今回はローソン1店舗につき1回しか引きません。全集中で1回にかけます。で、もしその店舗でフィギュアが出なければ次の店舗に行きます。それを何回も繰り返すんですけども、監督のマネージ上の関係で最高で10回挑戦させていただきたいと思っております。フィギュア気持ちがあれば引けるというわけで、大量引きしなくてもいけるというわけで挑戦していきたいと思います。では行ってきます。はい、というわけでやってきました。第1店舗ローソン、まずは一戦こちらでやっていきたいなと思います。で、第1回戦こちらクリアボトルで、まあ次行きましょう。はい、2店舗発見しました。はい、3店舗見つけました。前回なかったのでここはあるのでしょうか。1回で、はい、1回で、はい、聞かせました。じゃあ、何でもね、1つですね。3回で。はい、今の現状です。いい感じに賞がばらけております。次こそは、そろそろフィギュアが出る流れになったかと思いますので、やっていきたいと思います。何枚ですか？はい、こちらからお好きなので黒くが大丈夫です。はい、ありがとうございます。現在鈴木のにいます。Google マップのローソンが検索できなくなりました。ローソン、はい、いや、ありえないでしょ。だって目の前にあるのに。ローソン探しすぎて出なくなりました。はい、なんとですね、今行った店舗なんですけども、完売の文字が見えました。やばいですね。スタートしてから2時間で完売店を発見してしまいました。前方に見えましたので、とりあえずそこのローソン行ってみたいと思います。普通に考えると、ここで完売したら近くのローソンに行くので、もしかしたらここも完売かもしれませんね。5個目、クリアボトル1回で、はい、G 賞ですね。この中から一つお願いします。はい、こちら G 賞となっております。6回目でした。1回、はい、あ、こちら、はい、
いいですか。はい、はい、ありがとうございます。7回まで引きました。やばいです、本当にやばいです。そんなのでいいのか。というわけでねずこの竹パンを買いました。これを食べて残り2回全集中してフィギュアをゲットしていきたいと思います。うまっ。9回引き終わりました。残り1回となります。非常にやばいです。こんなに難しいのか。一番くじコンビニで炭治郎のソーダのやつを買いました。これを食べてラスト引きたいと思います。フローズンパーティー水の呼吸。はい、でこちらがですね全9回やった選挙報告です。アトラス1、もう最後は無欲でいきたいと思います。時の呼吸2の方無欲いきたいと思います。ラストのロースを見つけました。正面にいます。あちらです。全集中2の方無欲やっていきたいと思います。無欲印象です。